皆様、はじめまして、ユンと申します。Microsoft のミックスリアリティデザインチームで UX デザイナーとして働いています。去年の夏、東京ホロレンズミットアップで皆様に会った後、またお会いできて本当に嬉しいです。今日は UX コンポーネントを中心にして MRTK のアップデートを共有したいと思います。日本語はあまり上手じゃないんですけれども、一生懸命に頑張って準備しました。不自然な日本語の表現があると思いますが、ご了承ください。お願いします。自己紹介なんですけれども、Microsoft では2011年からデザイナーとして働いています。もともとはソフトエンジニアでしたが、デザインスクールに戻って、グラフィックデザインを学び、今はデザイナーとして働いています。そのため、個人的にいろいろなアプリを作りを続けています。Microsoft では数年間、ニュース、スポーツ、マネーなどのデフォルト、Windows アプリケーションのデザインを担当しました。そして2016年から HoloLens のデザインチームで働いています。こういう背景で、個人的にタイポグラフィーに深い興味を持って、HoloLens で空間の中でタイポグラフィーに関するいろいろな知見を続けています。これらはホロレンズで作ったいろいろなタイポグラフィーのアプリケーションです。そして、これは最近、タイピンスペースというアプリですが、もともとは MRTK V1、つまりホロトゥーキットでホロレンズ1向けに開発しましたが、MRTK V2 を利用して新しくホロレンズ2用に作成しました。重要なインタラクションと UI コンポーネントがほとんど準備されていたので、構築は比較的に簡単でした。ご覧の通り、テキストを空間に配置して、いろいろなコンポジションとレイアウトを作ることができます。ご覧の通り、大きなテキストも、ラージスケールでレイアウトもできます。それはいろいろな空間の中でのレイアウトの実験をしたものですが、これはフィジクスを提供して、空間の中でテキストがどのように表示されるのか実験しています。このアプリはストアでダウンロードすることができます。HoloLens 1と HoloLens 2両方利用することができます。この経験を共有するため、ミディアムでいろいろな記事を共有しています。では改めて MRTK の紹介ですが、MRTK では Unity で Mixed Reality Experience を作成するための基本的なコンポーネント、普通のインタラクション、および UI コントロールを提供しています。これらが MRTK で提供されているいろいろなコンポーネントですが、これらを一緒に利用して、いろいろなミックスリアリティの中での経験を作ることができます。その上、いろいろなもっと実験的なフィーチャーもどんどん追加されています。Microsoft からの2つのミックスリアリティオープンソースプロジェクトがありますが、ミックスリアリティトゥーキット、ミックスリアリティデザインラボです。MRTK では基本的なフレームワーク、インプット、そして UX コンポーネントを提供して、MRDL ではこの MRTK のコンポーネントを使ったもっと実験的なフルサンプルアプリケーションを提供しています。これは MRDL の新しいサンプルアプリですが、サーフィセスというアプリです。このアプリでは、視覚、音声、およびハンドトラッキングで、触覚を作成する方法を探ります。ご覧の通り、指全部を使って、いろいろなオブジェクトとインタラクションして、その触覚を
感じることができます。これは HoloLens 2の中で Microsoft Store でダウンロードすることができます。サーチボックスでサービスというキーワードを使ったら探すことができます。このプロジェクトは GitHub で公開されています。ハンドトラッキングが必要なため、 HoloLens 2でのみ機能します。では MRTK のコンポーネントのアップデートです。 UI Toolbox は MRTK の新しい Unity Inspector ですが、この UI コンポーネントをライブラリーみたいな画面で簡単に参照して見つけることができます。こういうふうにプレハブの名前を知らなくても簡単にクリックするとこの UI コンポーネントがシーンに追加されます。そしてその UI コントロールのドキュメントのリンクも提供されています。次はボタンです。HoloLens 2のボタンにボタンコンフィグヘルパーという新しいスクリプトが追加されました。このスクリプトでご覧の通りアイコンとテキストをもっと簡単に変更することができるようになりました。このボタンコンフィグヘルパーはクワード、スプライト、フォントのアイコンを支援します。フォントとしてアイコンを利用するときはテキストプロのフォントテクスチャーを生成します。皆様の Windows のフォントのフォルダの中で HoloLens MDL2 というフォントがあります。このフォントの中でいろいろな HoloLens で利用されているアイコンが含めています。このフォントファイルを Unity にインポートしてテキストメッシュプロのフォントエッセイクリエイトというツールを使ってこのアイコンフォントのテキストテクスチャーを生成することができます。この時ユニコードが必要なんですが、このユニコードは MRTK のボタンのドキュメンテーションでコピーすることができます。こういうふうにアイコンを利用することができます。次はトーグルボタンですが、新しい既存のトーグルボタンに加えてこのチェックボックス、スイッチ、そしてラジオボタンを追加しました。このラジオボタンの場合はご覧の通りにグループで利用することができます。そのためにはこのインタラクティブトーグルコレクションというスクリプトを利用します。トーグルボタンを使うとき、一番重要なのはご覧の通りインタラクタブルのスクリプトの中でトーグルリシーバーというリシーバーを使うことです。追加することです。このトーグルリシーバーを追加するとこういうふうにオンセレクトとオンディセレクトでトーグルの状態を利用することができます。次はリフェクトリングされたスクリプトです。最も利用されているスクリプトであるこのバウンディングボックスとマニプレーションハンドルですが、この2つのスクリプトがリフェクトリングされました。新しいスクリプトの名前はバウンズコントロール、そしてオブジェクトマニプレートというと言います。もちろん元のスクリプトを保持します。オブジェクトマニプレイトのスクリプトの場合、古いマニプレーションハンドラーと比べるとほぼ同じです。こういうふうにほぼ同じですが、オブジェクトマニプレイトを利用するとフィジクスに正しく反応します。この動画を見ますと、左のコップの場合はマニプレーションハンドルを使っていますが、ご覧の通りオブジェクトを掴んで動かすとき空間メッシュに衝突しません。でもこの新しいオブジェクトマニプレーターを使うときオブジェクトを掴んで動かすときちゃんと空間メッシュに衝突します。
次はソルバです。オブジェクトを任意のサーフェスにアタッチするサーフェスマグネティズムソルバーとか、テゴロンが作られるレディオビューソルバーとか、距離に関係なくオブジェクトのサイズを維持するコンスタントビューサイズソルバーとか、ハンドメニューを作るとき有用なハンドコンストレインテソルバーなどの、いろいろなオブジェクトのポジショニングがコントロールできるソルバーが MRTK で提供されていますが、新しくこのタップトゥプレイスというスクリプトが、ソルバーが追加されました。そこらの通り、エアタップしたとき、表面にアラインして、動かして、もう一度エアタップするとき、オブジェクトが配置されます。もっとも、このスクリプトはホロツーキットであったスクリプトですが、この MRTK にフォーティングされているとき、ゲイズだけじゃなくて、このハンドレイも支援するためにポーティングされました。次はハンドメニューです。ハンドメニューは HoloLens 2で最も人気のある UX コンポーネントの一つですが、こういうふうにメニューを呼び出して利用することができるコンポーネントです。そこのハンドメニューはハンドコンストレントパームアップというソルバーをスクリプトを利用しますが、このスクリプトの中でパームアップというセクションを見ますと、require flat hand というオプションがあります。そこのオプションは、誤ったアクティベーションを防ぐためのオプションです。その上で、この follow hand emptying face camera オプションが追加されました。そこのオプションをチェックすると、そこらの通り、もっと自然な動きを示します。手が動かすとき、こういうふうになります。次はハンドメニューのデザインガイドラインですが、腕を上げてその位置を維持すると、やっぱり腕は疲れる可能性があります。もちろん、小さいメニューの場合は、簡単なメニューのは、この短いインタラクションですので、手でロックする方法があんまり、大丈夫です。結構大丈夫ですが、この大きなメニューとか複雑なメニューの場合、長時間の要塞な操作を必要とする UI パネルの場合は、手から切り離してワールドロックすることをお勧めします。こういうふうに手がドロップしたら、ワールドロックして、その時、このクローズボタンを提供して、ユーザーがメニューを自由に閉じることにする、閉じることにするです。そして、このユーザーがもっとメニューを掴んで移動できるようにします。この動画を見ますと、やっぱり大きな複雑なメニューの場合、こういうふうに腕をずっと上げて操作するのは結構難しいです。やっぱりユーザビリティに問題がありますが、そこのメニューを次の動画で見ますと、そこいうふうにワールドロックされた時、もっと安定的にインタラクションができます。もちろんユーザーがメニューを掴んでポジションの位置を調節することもできます。この例は、メニューを直接に掴んでウォールドロックする例です。他の私たちが見つけた典型的な問題は、この誤ったアクティベーションです。こういうふうに、オブジェクトを操作するとき、こういうふうに操作するとき、メニューが不必要に表示されるときがどんどんあります。これを防ぐために、
新しくゲイズアクティベーションというオプションを追加しました。それもハンドコンストレイントパームアップスクリプトに追加されましたが、これをチェックすると、こういうふうに手を見るまではメニューが表示されないです。ご覧の通り、手を見るとメニューが表示されます。これは大きなメニューの例ですが、そこのゲイズアクティベーションのアップデートは、新しいアップデートしたハンドメニューエグゼンプルシーンで確認することができます。次のリリースに追加しました。次はプログレスインディケーターです。プログレスインディケーターはもともと MRTK に存在しましたが、こういうふうにプレハブとして提供されています。そしてこのプログレスインディケーターエグゼンプルスという新しいエグゼンプルシーンを追加しました。そこのシーンで使い方を参照することができます。次はホログラフィックリモーティングです。これがミックスリアリティの普通のワークフローなんですけれども、Unity から Visual Studio にビルドして、Visual Studio からデプロイ、機器にデプロイします。では、この MRTK のインプシミュレーションを使うとき、もっと簡単にいろいろなインタラクションの短い時間にテストできます。その上、この Unity Remote Player というものを使うと、Wi-Fi でストリーミングして、ライブプレビューができます。この機能を使うと、本当に安く、いろいろなインタラクションを体験することができます。最近、この MRTK で、このハンドトレッキングとアイトレッキングのサポートを追加しました。そう、こういうふうに、その機能を使うと、この MS ビールというものをチェックします。使い方は結構同じですが、一般的なリモーティングと同じです。So、Windows、Unity で XR でホログラフィックエミュレーションというものを実行して、ホロレンズからのこのホログラフィックリモーティングプレイアプリを実行して、IP アドレスを受けて、Unity で連結します。新しい情報は、この USB ケーブルでもリモーティングができることですが、USB ケーブルでリモーティングするとやっぱり映像のクオリティとスピードが安定的です。その使い方はこのホロレンズからまず Wi-Fi をディスコネクトします。Wi-Fi をディスコネクトしてこの USB ケーブルで連結して、このリモーティングプレイヤーアプリを実行するとこういうふうに169で始まる IP アドレスが受けることができます。そこの IP アドレスを使うと USB で連結されます。次は実験的なコンポーネントです。このスクローリングコレクションはハンドトラッキングを入力によって 3D や 2D のオブジェクトをスクロールに可能になるするコンポーネントです。その使い方は一般的なオブジェクトコレクションとに似ていますが、このスクローリングオブジェクトコレクションにエグゼンプルシーンで確認することができます。次はハンドコッチです。そこのハンドコッチはアプリの中でアニメーション 3D ハンドでユーザーを素早く回転するとき、結構有用なコンポーネントです。ご覧の通り、プラス、アタップ、グラブ、ハンドマニューなどのいろいろなジェスチャーが 3D アニメーションで提供されています。その例はハンドコーチエグゼンプルシーンで参照することができます。
そして、マイクロソフトのミックスドリアリティセンターで、このデザインガイドラインも参照してください。次は、ハンドフィジックスサービスです。そこのハンドフィジックスサービスは、もっと実験的な機能ですが、ご覧の通り、ハンドトラッキングの指で、このユニティのフィジックスを使うことができるようになります。ご覧の通り、指先で、ちゃんとフィジックスのシミュレーションテストができます。この例はハンドフィジックスサービスエグゼンプルというシーンで確認してください。次はシーンアンダーステンディングです。このシーンアンダーステンディングは、ホロレンズ2の新しい機能ですが、今回 MRTK にインテグレーションしました。この例は、OS からこの表面の、いろいろな表面のタイプの情報を受けることができます。それはこのホロレンズ2のマシンラーニングで来る情報ですので、ホロレンズ2のみに機能します。この機能は今、プールリクエストの中でいますが、参照してください。そして、デーブセットでこのドキュメンテーションも参照することができます。これは個人的なプロジェクトなんですけれども、個人的にデータビジュアライゼーションに深い興味があって、今回コロナウイルスのデータで公開されたデータを使って、ホロレンズを利用して、物理空間で、この 3D データがどう表示されるかと、そしてハンドトラッキングを使って、このデータをどのように見えることが、操作することができるのかを実験しました。そこのプロジェクトは GitHub で公開されました。HoloLens 1でも、HoloLens 1と Windows Mixed Reality VR ヘッドセットでも動作することができます。このプロジェクトは GitHub でダウンロードすることができます。それでは、今まで MRTK のアップデートを共有しました。いつも皆様のいろいろなすごいプロジェクトを Twitter やブログで確認しています。これからもいろいろなプロジェクトを共有してください。この MRTK をテグを使って共有してくれましたら本当にありがとうございます。ありがとうございました。